皆様、こんにちは。日本板ガラスの楠の瀬です。本日は決算集中日の中、弊社の決算説明会にご参加いただきありがとうございます。まず、目次3ページでございます。先ほど、玄関の方から、ご説明させていただきましたように、本日はこのような内容になっております。続きまして、5ページ目。まず、連結損益計算書をご覧ください。内容としまして、表の左側が、この第4四半期1から3月の3ヶ月間の業績、その真ん中ですね、こちらが2023年3月期通期、前年対比の業績、その右が第3四半期決算時にお示しした業績予想となっております。まず売上高、この第4四半期では自動車用ガラス事業で自動車部品不足の影響が徐々に緩和し、販売数量が増加、建築用ガラス事業とともに原燃材料価格の高騰を販売価格に転嫁し増収となりました。その結果、当第4四半期では売上高は前年同期から397億円 25% の増収で1973億円、通期累計でも前年同期比1630億円 27% 増収の7635億円、為替影響を除きますと 21% の増収となりました。営業利益は特に自動車用ガラス事業で大幅に改善しまして、当第4四半期は前年同期比52億円 95% の増益で107億円となりました。累計では前年対比で148億円 74% 増益の348億円と増益基調を継続しまして、営業利益率も 3.3% から 4.6% へと 1.3 ポイント改善、さらに通期の営業利益予想の280億円を 24% 上回ることができました。営業利益より下の項目を見ていただきますと、個別開示項目は第2四半期に欧州の自動車用ガラス事業において2006年のピルキントン社買収により生じたのれんおよび無形資産の減損損失488億円を計上したため、累計では452億円のマイナスとなりました。その結果、個別開示項目では、営業損失として103億円となりました。また金利上昇等により金融費用が、累計では対前年比49億円増の174億円となりました。持ち分法による投資利益においては、ロシアのジョイントベンチャーに対する持ち分法による投資利益を一旦計上するものの、前年度末に投資の一部に対して減損損失を認識したことに伴い、即時同額を減損しております。以上、個別開示項目費用の計上に伴い、累計では、税引き前損失が219億円、当期損失が310億円、純損失が338億円と大幅な赤字となりましたが、営業利益が通期業績予想を上回ったことで、通期業績予想よりはやや赤字が減少しております。続きまして、6ページでございます。前年度の営業利益の200億円から当年度の営業利益348億円と148億円増益の再分析となります。為替は円安の影響を受け10億円のプラスでした。販売数量構成は主には自動車用ガラス事業での改善により67億円のプラスとなりました。販売価格は797億円のプラス、良好な需給環境と燃料サーチャージ性を反映した建築用ガラス事業を中心に、自動車用ガラス事業でも第2四半期以降、取引先との価格改善交渉が進捗し、すべての事業で販売価格が改善しました。原燃材料コストは626億円のマイナスで、主に欧州の天然ガスを中心とした全世界でのエネルギー価格と原材料価格高騰の影響を受けております。その他では100億円のマイナスとなりました。世界的なインフレの影響を受けた運送費、人件費等のコスト上昇が
特に第4四半期において、リバイバル計画24、RP24 の主要施策である、コスト構造改革による、効果を上回ってしまいました。続きましては7ページでございます。こちらは第4四半期3ヶ月間の前年度の営業利益55億円から、同年度の、営業利益107億円への52億円増益の再分析となります。為替はこの3ヶ月間で新興国通貨の円高影響を受けまして1億円のマイナスでした。販売数量構成は、主には自動車用ガラス事業での改善により26億円のプラスとなりました。販売価格は203億円のプラスで、主に建築用ガラス事業と自動車用ガラス事業で、発生しております。建築用ガラス事業においては、欧米で燃料サーチャージ制が適用されており、翌月以降の販売価格にこの燃料価格の上昇が反映されます。一方で燃料価格、前年度より下落しましたけれども、このタイムラグの影響で第3四半期の比較的高い燃料価格が第4四半期での販売価格にも部分的に反映されたため、改善幅が大きくなりました。自動車用ガラス事業では取引先に対する価格転嫁が期末に向けてさらに進捗し、販売価格改善への効果が大きく現れました。現原材料コストは68億円のマイナスで、特に原材料費上昇の影響を受けております。その他は108億円のマイナス。前述の通り、世界的なインフレの傾向を受けまして、運送費、人件費などのコストが上昇し、第4四半期においてはリバイバル計画24の施策であるコスト構造改革等の成果を上回ってしまいました。続きまして8ページ目、エネルギー価格の推移をお示ししております。左側がドイツの天然ガスの市場価格の推移、右側が日本の重油の市場価格の推移となります。ドイツにおける天然ガスの価格は下落傾向ですが、依然として高い水準にあります。日本における重油価格も引き続き高価格で、推移しております。続きまして9ページ。こちらはドイツのガラスの市場価格の推移となっております。当第4四半期は天然ガス価格の下落により低下傾向ではありますが、2023年3月期通期の平均のガラスの価格が194.4、前年度の平均が136.9と、比較いたしますと42%上昇しております。この第4四半期におきましても16%弱の上昇となっております。従いまして、足元では天然ガス価格の下落を受け、ガラスの価格としては燃料サーチャージ制により低下しておりますけれども、利益を確保できております。続きまして10ページ目となります。こちら連結貸借対照表でございます。非流動資産は円安の影響を受けましたが、一方で第2四半期ののれん及び無形資産等の減損により220億円の減となりました。流動資産はすべての事業において原燃材料費高騰の影響を受けた棚卸資産の増加、金額的な増加と建築用ガラス事業、自動車用ガラス事業における販売価格の改善による売上債権の増加で341億円の増でした。借入金が増加するとともに、長期借入金が1年以内の短期借入金にシフトし、また、原燃材料費高騰の影響を受けた仕入れ債務が増加したため、流動負債は776億円の増となる一方で、非流動負債は221億円の減となりました。親会社の所有者に帰属する持ち分は、第2四半期に減損損失の計上、燃料費低下を受けたデリバティブ金融資産の減少があったものの、アルゼンチンにおける超インフレ調整の影響により一部相殺し、483億円減の970億円でございました。この結果、自己資本比率は10.2%、RP24 の財務目標数値である自己資本比率10%以上を2年連続で維持することができました。
ネット借り入れは主に円安とデリバティブ金融資産の減少影響により428億円増加いたしました。11ページ目、連結キャッシュフロー計算書です。営業活動によるキャッシュフローは、累計では運転資本の増加がありましたが、営業利益の改善により、前年度比34億円の増、485億円のプラスとなりました。市には、当第4四半期の3ヶ月間で営業利益の増と運転資本の改善により、前年同期比で162億円の増、402億円のプラスと、なったことが貢献しております。投資活動によるキャッシュフローは、累計で前年度から119億円のキャッシュアウトとなっております。前年度はバッテリーセパレーター事業の譲渡収入がありましたが、一方で本年度はそれがなくなったことに加えて、円安もあり、有形固定資産の取得が増加したためです。以上により、累計のフリーキャッシュフローは139億円のプラスとなり、前年に引き続き RP20 の財務目標であるフリーキャッシュフロー100億円以上を達成することができております。12ページ、こちらは過去3カ年度の累計の事業セグメントごとに売上高および営業利益を示しております。各事業の詳細につきましては1ページ以降でご説明をいたします。13ページ目、建築用ガラス事業です。建築用ガラス事業は全地域での強い需要と価格改善を背景に、為替の円安効果もあり大幅な増収となりました。営業利益は原燃材料費の高止まりや運送費、人件費上昇の影響を受けまして、第4四半期では若干の減益となりましたが、月では増益を維持することができました。欧州は増収減益となりました。中長期的には新築のみならずリフォームによる底堅い需要が見込まれますが、インフレの進行と金利上昇により企業の景況感や消費者マインドが悪化し、需要がやや減少しました。燃料サーチャージ制により販売価格にエネルギー価格を反映いたしましたが、運送費、人件費を中心としたコストの上昇により収益性が悪化いたしました。アジアは累計では増収増益でしたが、この第4四半期では増収減益となりました。日本では需給が改善し、前年度に続き10月からの値上げ効果もさらに発現してきております。その他の国々では、下半期以降、競合環境の激化の影響を受けまして、販売数量が減少、販売価格も低下をしています。太陽電池パネル用ガラスの需給は引き続き堅調に推移をしています。米州も増収増益となりました。北米は輸送コンテナの不足による出荷の制約が徐々に解消し、強い需要と燃料サーチャージ制を背景に、販売価格が増加いたしました。太陽電池パネル用ガラスの需要は引き続き堅調です。南米は強い需要が継続しています。第3四半からアルゼンチンで2機目のフロート釜が生産を開始し、収益に着実に貢献してきています。続きまして14ページ目、自動車用ガラス事業です。自動車用ガラス事業は、累計および第4四半期において増収増益となりました。自動車メーカーに対する販売価格改善がさらに進捗、部品不足による自動車生産制約の影響も徐々に解消しました。その結果、第4四半期も第3四半期に続いて営業黒字を計上し、通期累計でも営業黒字を達成することができました。自動車メーカーとの投入コスト上昇を緩和することを目的とした価格改善交渉は全地域で進捗し、高騰した原燃材料費を相殺しております。半導体を中心とした自動車部品不足による自動車生産の制約は依然として継続はしておりますが、徐々に回復し、販売数量は増加をしてきております。ただ、米州では増収減益となっており、北米で強い需要が継続しているものの、原燃材料費、運送費、人件費と、その他の費用が上昇しました。
南米での需要は比較的堅調で販売数量が改善しています。引き続き、コスト削減努力、製品の高付加価値化とともに販売価格改善も進め、収益性の改善に努めてまいります。続きまして15ページです。高機能ガラス事業。こちらは第4四半期は IT 市場の減速による需要減少の影響を受けまして、販売数量が減少、減収減益となりました。累計では前年度に売却したバッテリーセパレーター事業を除くと増収を継続しましたが、収益性についてはロックダウン、それから IT 市場の減速に伴う需要減少の影響を受け、販売数量が減少、原燃材料費や運送費等のコスト上昇もあり、低下をしました。ワインガラスは下半期では景気減速の影響を一部受けましたが、累計では継続的なコスト削減による事業基盤の強化と売上構成の改善により、業績は引き続き安定しております。プリンター用レンズは半導体等部品不足の影響から徐々に回復をしましたが、需要はインフレの影響もあり、北米や欧州でわずかに減少しております。グラスコードはアフターマーケットを中心に潜在的な需要自体は堅調なものの、販売数量は取引先におけるサプライチェーンの問題による影響を受けました。メタ社員は自動車用塗装及び化粧品向けで需要がわずかに改善しました。続きまして、2024年3月期の業績予想になります。スライドの17、2024年3月期の業績予想の前提をお示ししております。2024年3月期の通期売上高は、前年度比若干の円高を見込み横ばい。営業利益はエネルギー価格はやや下落しますが、世界的なインフレ拡大などの影響を受け、原材料費や運送費、人件費等々のコストが増加し、減益と見ております。一方で、税引き前利益、当期利益、純利益は増益を予想、黒字化の計画としております。欧米を中心とした金利上昇に伴う潜在的な景気後退などのリスクにより、事業環境は依然不透明ですが、引き続きコストの削減努力、高付加価値化の拡大、価格改善などに取り組むことにより、これらの潜在的リスクの影響を低減し、収益力の低下を期中で目指すべく注力してまいります。事業別に見ますと、建築用ガラス事業は、欧州では天然ガスを中心とした燃料価格の変動、原材料費高騰が継続すると予測されます。価格転嫁により、その影響を軽減していきますが、販売数量はやや減少する見込みです。アジアでは需給環境の改善に伴い、日本では数量の増に加え、値上げの効果も継続すると見ていますが、その他アジア地域では競合状況を注視する必要があると見ております。北米では好調な経済活動に伴い、域内市場の底堅い需要が期待されますが、利上げによる景気後退が懸念されます。南米ではタイトな需給状況が継続、アルゼンチンの新フロート釜の通年稼働が貢献する想定です。太陽電池パネル用ガラスは堅調な需要を継続すると見込んでおります。なお、2024年3月期第3四半期の生産開始に向けて、マレーシアでオンラインコーティング設備の建設が進捗をしております。また、米国でも拡大に向けて検討中です。自動車用ガラス事業では全地域で強い自動車需要が継続し、半導体不足に伴う自動車生産の制約は徐々に緩和するため、販売する数量が増加すると見込んでおります。また、自動車メーカーとの価格改善交渉は継続をしていく計画でございます。コスト削減、高付加価値製品の拡大、価格改善を進め、さらなる収益力の向上を目指します。高機能ガラス事業では、投入コスト上昇及び IT 市場の減速に伴う需要減少の影響を受け、利益率が低下すると見込みます。スライドの18ページ、こちらが2024年3月期の通期業績予想の数字となります。表の左側から、
2023年3月期の上期及び、通期の実績、今年度その見横が今年度2024年3月期の上期及び、通期予想と、並べております。前ページでご説明した通り、通期売上高は横ばいの7600億円を見込みますが、営業利益は円高予想、ガスコスト増加の影響等々を勘案し、48億円減益の300億円を見通します。税引き前利益、当期利益、純利益は増益を予想しており、黒字の計画です。RP20 の最終年度として、全社的なコスト削減、高付加価値製品の拡大及び価格改善により潜在的なリスクの影響を低減し、引き続き収益性の改善と通期業績予想の達成に注力をしてまいります。続きまして細沼の方にバトンタッチいたします。はい、 CEO の細沼です。それではリバイバル計画24に基づく構造改革施策の主な進捗ということで、私からご説明させていただきます。はい、昨年度ですね、エネルギーコストの上昇、それから自動車の生産台数の制約ということで、非常に厳しい、状況ではありましたけれども、中期経営計画に基づく、構造改革施策ということをですね、きっちり進めてまいりました。このリバイバル計画24におきましては、3つの改革、2つの重点施策、そしてサステナビリティの推進ということを掲げてまいりましたけれども、そちらについて、一つ一つご説明したいと思います。まず事業構造改革ですけれども、先ほど少し楠野さんの方からも言及がありましたが、大手顧客でありますファーストソーラーさん向け、彼らのインド進出に伴う我々の対応ということで、マレーシアの既存フロート側、こちらでオンラインコーティングの設備の工事を開始いたしました。第三四半期より生産を開始して収益貢献を狙っていきます。一方でファーストソーラーさん米国でも積極的な拡大を目指しております。そちらに向けた我々の対応についても検討を続けていきます。目を転じまして、南米ですけれども、アルゼンチンにおける2期目のフロートライン建設完了いたしまして、昨年度第三四半期から生産を開始いたしました。市場拡大が続いているアルゼンチン中心としたこの南米の事業の拡大というところに寄与していくというふうに考えています。それから少し中長期的な話になりますけれども、先月ニュースリリースもさせていただきましたが、高輪ゲートへのゲートウェイ駅のですね、構内におきまして、右側に写真もございますけれども、透明なですね、太陽光発電窓パネルの実証実験を開始いたしました。脱炭素社会に貢献できるですね、新しい技術として積極的に育てていきたいというふうに考えております。それから改革の2つ目、企業風土に関しましてですけれども、昨年ですね、昨年度全従業員を対象にした、Your Voice サーベイというものを行いました。ここでいろんな声をですね、全事業所から収集しましたけれども、その調査結果を踏まえながらですね、この改革というものをまずはトップから示すと、トップから推進するということで、リーダーシップ構造検証なるものを策定し、社員にもシェアし、そして私はじめ経営陣がこれにコミットするということを行いました。次に、人材の多様性ということで、我々 I&D と呼びまして活動を続けてまいりましたけれども、今年度からはですね、それを少し発展させまして、DEI、ディバーシティ、エクイティ&インクルージョンということで、エクイティを加えております。こちらはですね、個々の従業員のキャリアパスの開発、それからエンゲージメントの向上を志向していくということでございます。それから3点目ですけれども、過去ですね、取締役会の多様性ということで、課題になっておりましたけれども、こちらに関してはですね、こちらも本日リリースさせていただきましたけれども、独立社外取締役候補ということで、桜井恵理子氏をですね、選任いたしました。これに伴いまして、取締役会の過半数がですね、独立社外取締役候補が占めるということにもつながります。次に2つの重点施策ということで、財務基盤の回復です。目標でですね、4つ項目を掲げてまいりました。営業利益率、純利益、自己資本比率、そしてフリーキャッシュフローということでございます。
まず1点目の営業利益率、残念ながら 8% に届いていない状況ではございますが、昨今のですね、このエネルギーコストの高騰、それから自動車の市場のですね、制約という中で、コスト削減、それから付加価値製品の拡大、そしてプライスの上昇ということに取り組んでまいりまして、一歩ずつでありますが、着実にこの利益率を高めております。それから純利益に関しましても、こちらの表にある通り、2022年3月期は41億円、それから昨年度は純損失ということでございましたが、これらに関しましては、2年前に関して、ロシアの JV の減損68億円、それから昨年度に関しては、欧州自動車のノレットの減損損失488億円ということのがありましたので、これらのですね、一過性のものを除けば、毎期100億円超の純利益を出す、そういった、ビジネスのですね、自力ということはついてきたかなというふうに評価をしております。で、一方で、自己資本比率、それからフリーキャッシュフローに関しては、先ほど先生からあったとおり、2年連続で目標数値をオーバーしているということになります。そして施策、重点施策の2つ目、高収益事業へのポートフォリオ転換ということでございますが、こちらについては、昨年度、中国の大手自動車用ガラスメーカーさんと、中国でのガラス事業の統合ということを実施いたしました。そして最後に、サステナビリティの推進ということでございますが、こちらは、下の表にもある通りですね、スコープ1、浜のエネルギー効率の改善から始まってスコープ3まで目標セットしておりまして、着実に一つ一つの施策を進めてまいり来ておりますけれども、それとですね、少し並行するような形で、欧州でサステナビリティリンクローンというものを締結いたしました。グループのですね、サステナビリティ目標の達成により借入れ金等の条件が当初にとって有利になる、そういったローンになります。こういったローンの活用によってですね、事業戦略推進の遂行、それからサステナビリティ経営推進の両立といったところを目指していきたいというふうに考えております。そして今年 RP24 の最終年ということですので、そこに向けてですね、一言申し上げたいというふうに思います。今年はですね、非常に重要な1年だというふうに考えておりまして、いくつか3つの意味があるというふうに思っています。まず一つは繰り返しになりますけれども、現中計の最終年度であるということになりますから、構造改革、ここの施策をですね、きっちり進めることによって、利益とキャッシュの積み上げというものを進めていきたいというふうに思います。で、その中で、社員のエンゲージメント、あるいは風土改革ということが重要になってくると思うんですけれども、こちらも4月冒頭に社内外で発信させていただいておりますけれども、私のフィロソフィーというかモットーとして4つの F ということで、フラットな組織、フランクなコミュニケーション、ファスト、迅速な意思決定、そして職場におけるファンということで、これをですね、私の方で率先垂範して全従業員にですね、浸透していくことが私の役割だというふうに考えております。それからもう一つですね、今年現中計の最終年度ということになりますので、裏を返せば次の中計へ向けた準備期間というふうに言えると思います。こちらの新しい中計の策定を開始しております。そんな中ですね、こちらも先月から発信させていただいておりますけれども、4つの D、 重要な戦略ということで掲げております。最初の2つ、脱炭素化、ディカーボナイゼーションとデジタルということで、こちらに関しては、社内のですね、オペレーションというところにも大変重要ですけれども、新しいビジネスを作っていくという意味で、この2つの領域は重要であるというふうに考えております。で、その中でですね、既存の製品だけで、新しいビジネスが展開できるというふうにも、そこは限界があると思っておりますので、そういった意味で言いますと、新規事業、それから新技術、あるいは製品開発、そこにつながるデベロップメントということが、これからの重要なテーマだというふうに捉えております。そしてそこに向けて、新しいアイデアというものが必要になってきますので、その源泉としての人材のダイバーシティ、多様性、こちらについても引き続き進めていきたいというふうに思っております。はい、私からは以上になります。